島です。本日はですね、ルギアのレイドアワーということで、今回ね、今週来週と2週間連続なんでね、まあどっちもですね、がっつりやっていきたいなと思っているんですけれども、すでに18時22分、いやちょっとこれには理由があってですね、まあちょっと雨降ってきちゃったんですよね、っていうので、まあちょっと撮影の、ちょっと景色変えなきゃなと思ってですね、ちょっとまたどっかカラオケねえかと言って探したりとかして、そしたらちょっと開始時間が遅れてしまいました。悲しいですね。はい、でもですね、まあ今回もですね、まあなんだかんだ秋葉原の方でねスタートしておりますので大丈夫でございます。はい、でね、ちょっと今日ね、もうそれだけじゃなくてね、もう一個やらかしがあってね、いつもより画質が多分ちょっと悪いです。ごめんなさい。最近ね、撮影に使っている、機材がちょっと iPhone、まあ比較的新しい、あれは13Proかな、はい、13のプロ使ってるんですけどもね、ちょっとそちらの方がですね、ちょっと今日持ってくるの忘れてしまいまして、はい、別端末で、撮影している関係でちょっと画質が悪いと思います。ごめんなさいね。まあ、音質はね、多分ピンマイクがあるからまあ問題ないかなとは思うんですけれども、うん、なんかいつもよりもちょっと動いてる時のアラとかがすごい目立ちやすいと思います。こういう俺がうわすげえうわーみたいな、こういう動きにすごく多分弱いんじゃないかなと思い、でルギアなんですけど、まあ、今回さ限定技覚えてないじゃないですか。だからね、こうもしもね高個体とか100とか色違い100とか引けたとしてもね、技変えなきゃいけないじゃん。だし、まあ、ルギアは厳選して強化を例えばレイド用にするかと言われると、まあもう結構長らくポケゴをやってるユーザー的にはまあ別にいいかなみたいな、そういう感じに、ね、なってる気がするんだよな。まあでも10戦はやりたいですね。10はせめてやりたい。つうか目的的にはっていう日本語、すっごい嫌な響きだよ。なんかね、頭の悪そうな響きでしたけども、まあ、目的としては僕今回どっちかというと飴なんですよね。ルギアの XL、これをちょっと集めておきたいっていうのはあるんですよ。まあ今までルギアはね、シャドウルギアねいますんで、こいつの強化、まあちょっと飴が溜まったらして見てもいいかなとかは一応考えているんでね。さ、2100か。21は嬉しいんだけどね。もうちょっと高めが欲しいなと見たところですね。はい。あとさ、ルギアってさ、ゲットチャレンジ簡単なんだけど難しいよね。これ近いからすごい当てやすいんですけど、威嚇モーションの後さ、サークルがすごい変な感じっていう説明をしたい時に限ってクリティカル出るよね。そういう時に限って出るんだよね。なんでこっちの意向を組んでくれないんでしょうか。まあでもありがとうございます。よっしゃー、すげーナイスタイミングでもう一個ルギア割れてくれたじゃないの。今のところね、現地レイドだけ。オレンジパスとか緑パスとかあれ系だよね。これでだけで今進めてるからすげえ嬉しいよ。やっぱリゾートパスのね、消費を抑えたいじゃないですか。さあ、もう4月のね、次のレイド発表が、まあ、来たわけですよ。この動画撮ってんのがね、その発表が来てさ、それについての動画撮った後なんですけどね。4月、またブルルさんが、またカプ色違い解放来たじゃないですか。あっちやりたいよね。あと、ランドロスの、やっぱちょっと飴集めもしたいんですよ。なんかさ、これさ、まあ最近どの伝説レイドが来ても結構その、頭にあるんですけど、ポケモン GO って結構今プレイしてるユーザーって、長くプレイしている人が多いと思うんですよ。てかこれね、5年以上リリースしているゲームあるあるだと思うんですけど、始めたのは最初の頃で、そこからずっとやってるっていうパターンか、途中ちょっとやってない時期があったけど復帰しましたよみたいな。だからそのアプリを入れた時期だけは結構昔みたいなね、そういう人が多いと思うんですよ。で、なんだかんだそうなってくるとみんな手持ち結構揃ってきてたりとかもするんですよね。で、そうなってくると、まあ、なんて言うんでしょうか、ゲーム的には新しいポケモンを捕まえるっていう楽しみよりも、こうすでに持ってるやつらの育成とか、もっとこう強くしたい、強化したいとか、強い色違いが欲しいとかね、色違いは持ってるんだけど強いのが欲しいみたいな欲が結構みんなある状態、
になってきてると思うんですよね。そのなんかユーザーの中でもそういう人の割合が多分徐々に徐々に増えてってるんじゃないかなと思うんですよ。僕もなんかその色違いよっしゃ取りに行くぜみたいな、そういう感じ。パーティーが違うな、おすすめバトルパーティーだな、まあいいやちょっと普通に岩技で、あの昔よりもそこの頭ですよね。あ、なるほど、このレイドが来るんだ、あ、このメガが来るんだ、このイベントが来るんだ、じゃあみたいな、そのこうなんていうんですか、まだ今よりもいい状況に自分の端末をアカウントしていくっていうことが、結構、そっちにね考えがいくっていう瞬間が増えたなって思いますね。うん、まあなんかそれってでもなんか新規の人入りにくいよねみたいな声とかね上がってきそうなんですけども、でも僕はねポケモン GO ってこんなに新規で、アプリを始める、で始めた時に強くなるまでのスピードですよねが、早いゲームっていうのは僕あんまないと思ってて、だってレイドバトルができるようにさえいったなってしまえば、例えばそのフレンドさんとかと一緒にやるとかでもさ、レイドクリアできるじゃん。伝説レイド以外もさあるから、210なんてちょっと上がってきた上がってきた、悪くないぞ、もう一息もう一息、なんだ今日は運がいい日だな。こういう時に色違いになってほしかったな。あ、まあちょっとねさっきの話続きやるんだけど、まあじゃあルギアとかを他の伝説レイドに比べると、ゲットした後にね、何のじゃあレイドバトルで強いとかっていうのが、ね、あんまないよみたいな、こうもっと例えば、アタッカーとして尖っているやつにパイス使った方がいいよとかっていうのまあ もちろんねあるじゃないですか。でもとはいえさ、ルギア強いじゃん。もう普通に野生でゲットできるポケモンとかを適当に強化するぐらいだったら、もうさっと捕まえてきた伝説レイドとかを使ってバトルした方が一旦強くなって、で一旦強くなった後にじゃあ各タイプの最強を集めていって、でそいつらの厳選とかもさ 100% 個体じゃなくてもさ全然強いじゃんね。1210の個体値見ましょう、強いね、はいそう、結構その強くなる、一旦俺強いぜみたいなところに持っていくまでのハードルっつうのがすごく低いんじゃないかなって思うんですよね。強くなるまでの最短の効率とかを状況さえ整えられれば他のアプリよりもこうすぐ強くなれるよなみたいな、そういう印象正直ありますね。だからそういう意味ではその新規、まあこの話ほら新規の人が入りにくいんじゃないかみたいな話についてのやつだったじゃないですか。長々喋ってるからちょっと分かりにくいかもしれないですけど、だからそういう意味ではすごく、いやどっちかっつうとすごく優しい初心者向けの、初心者の人が参入しやすいアプリゲームだなって思います。長くやればやるほど普通はこの参入のねハードルって上がってっちゃうものなんですけどね、ポケモン GO はね割と緩やかなんじゃないかなと思います。あとはハマるハマらないっていう違いかなっていう、そういうところかな。あと長くやってるからこそやめてっちゃってる人らももちろんいますけど、いやでもまたね、要は今さ世界的にねその外出に対しての規制とか、そういったものがもうだいぶ今そのなくなってきているので、なんか今年またね僕はねもう一回ちょっと山が来るんじゃないかなって思うんですよね。っていうのも GO ツアー方園かよかったじゃん、グローバルももちろんだし、アメリカの、ラスベガスのイベントどっちもやっぱその盛り上がりすごかったので、なんかユーザーの数は結構いたなっていう印象あるんですよ正直。まあだから、みんな遊びて体動かしてーなーってなって、またちょっと新規増えたりしないかな、復帰の人とかも増えたりするんじゃないかな、だからそういう人向けにねなんかちょっと動画、作っていくっていうのがありだなってね実は最近思ってます。前よりもなんかそのこうやっぱそういう人らと接する機会が増えたからっていうのもあるかもしれないですね。僕も外でね視聴者さんに声かけられる機会がやっぱりここ半年ぐらいなのかなとかでね、またちょっと出てきましたんでね、ありがたい話ですよね。俺なんつうのはもう見てくれてる人からのその直接の声とかでもう簡単にもうでもちょろいから簡単にさ嬉しくなっちゃうからさ、おー嬉しいやりますみたいな感じになっちゃうからさ、そういう感じですごいシンプルに最近皆様のね交流が楽しくなっております。ゲームプレイするのもみんなとお話しするのも同じぐらいな楽しいって感じですね。このねレイドアワーの終了間際のこれあるあるだと思うんですけども、今日僕レイドをやりながらね、もう回してない時だったんで
あれなんですよ、ゲーム画面残ってないんですけども、やりながら落ちたんですね、アプリが。うん、19時とかのさ、レイド落ちるとさ、再突入無理くねっていうことで、ちょっとドキドキするよね。ないそういうこと。うん、あ、もう消えてるみたいなパターン。うん、僕ね、ポケモン GO ほど落ちやすいアプリを知らない。まあ昔よりはいいけどね、リリース当初に比べりゃそれは治ってんのかもしれないけどね。あ、通常からですね。 OK。 さ、時間的にはね、もう19時過ぎたんですが、レイド一応ね、まだまだやれそうなんで、まあ成立するところだけちゃちゃっとやっちゃいましょう。これとかいけるでしょう。ナイス。さあ、どうも皆様、動画ちょっと途中で、多分これ、服とかも変わってんじゃないかな。2日目でございます。2日目っていうか、今回ルギアのレイドアワーがね、2週連続ということで、今週もやっておりますと。でそれで1本にしております。ということでね、今回も20人集まってます。ありがたいですね。もうね、レイドアワーはな、今後ね、リモートレイドパスがさ、もうまた制限かかって5だけですっていう風になったとしても来ますね。っていうか、秋葉原に来てたのってリモートレイドパス実装前からなんで、うん、もうレイドを回るっていう意味で、そのジムの密集度合いかな。あとね、僕思うのは、秋葉原って通ってるね、路線の数がすごく多いんですよ。地下鉄も通ってるし、JR も山手線、京浜東北線、あとは中央総武線、なんかこう東京のこう、秋葉原ってちょっと、右側かね、少しこう東側にあるんですけど、の中のこう中継駅みたいな、そういう役目を果たしているから、降りる人乗る人両方結構いるんですよね。うん、っていう関係でね、結果すごく人が多いんだと思います。 CPI 今2565でしたね。あ、もうほら、もう俺先週覚えてたのに、もう今覚えてねえもん。2565はね、きっと強くないと思います。天気ブースト2565は多分ね、ルギア CPI 2645だと、天気ブースト時個体値マックスね、多分ね、天気めっちゃ風強いから強風ブーストがかかってるから、この CP ですね。まあまあまあ、オッケーオッケー。じゃあ265へ一応今日は狙っていきましょうか。いやー、レイドアワーはちょっと終盤なんですよ。もう時間的にはね、だんだん集まり弱くなってきたけども、今割れたて入れたんでよかったです。ちょっと僕が今さいるこのカラオケルームなんですけど、すっごいのよ、なんかね、音声はね、今 BGM 切ってるからさ、ないんだけどさ、なんか僕の顔が結構いろんな色味になってると思うんですけど、もうね、こういう部屋なんですよ。もうここバカデカモニターですになっちゃっててさ、だからもうなんていうかな、もうここで俺ここにいるわけじゃん。もう目の前、もう この光がそのままこいつに映っちゃってるからさ、もうこれもんのこうなわけですよ。そりゃ色味もね、ガチャ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 した感じになりますよね。すいません。よしとした、ちょっと2655見せてほしいな。2645とかさ、見てみたいんだけど、なかなか今日はね、まあ頑張ってはいるね。もう一息、そこまで上がるんだったら26超えてほしいけどね。色違いチェック、ブルー。はい、とりあえずやってみたんですけども、なんかね、今日も引き悪かったんですよね。あの後もやって、でもね、今日あんまエルギア結局成立せず8匹か、はい、捕獲でしたが、165へおらず、あ、16じゃ26か、あと色違いもおらず、って感じ。こんなに出ないんだね、ちょっとびっくりしちゃった。まあでも今回はね、思うところは、まあ飴が集まってりゃいいかなって、まあ、個人的にはね、まあ思っていたところなので、まあまあまあいいでしょうね。はい、まあどちらかというと今月はね、さっきも言ったんですけども、カップですね。はい、カップブルルちゃん、あいつの色違いはね、ちょっと確実に入手したいなと思っておりますので、まあしっかりとね、レイドマス投げながらやっていきましょうか。まあ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 、なんかこういう期間長めかつ、今までにもね、何回か
やっている伝説レイドっていうのは、まあ、まったりやっていこうかなと思います、ということで今回はこの辺でと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、私はまだツイッター、インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします、ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタウンチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。